皆さん、こんにちは。香港理工大学の日常が始まるよ。はい、私はアリアです。香港理工大学の1年生です。専門はファイナンスです。趣味は旅行、料理と読書です。今日は私の大学の紹介をします。よろしくお願いします。おほほほほほ、私はザイフォーです。香港理工大学の1年生です。専門は会計学です。趣味はサッカーとアニメです。今、日本語勉強でいます。私の日常は面白いです。よろしくお願いします。ゼファさん、ちょっと真面目にしてください。はじめまして、私はティフニーです。香港理工大学の1年生です。専門は会計学です。趣味は旅行と読書です。よろしくお願いします。今何時ですか？ああ、7時半です。今日も張り切って頑張りましょう。ティファニーさん、おはよう。一緒に学校へ行きませんか？はい、でもちょっと待ってください。皆さん、今日は何をしますか？私は日本語の授業に行きます。今朝はクラスがありません。図書館へ勉強に行きます。私も図書館で勉強します。じゃあまず一緒に学食へ朝ごはんを食べませんか？はい、いいですね。食堂にはいろいろな食べ物があります。私は毎朝朝ごはんを食べます。私、あまり学生食堂で食べません。あ、あれは何ですか？おいしそうです。日本のラーメンです。でも朝ごはんにはありません。ごちそうさまでした。おいしいですね。じゃあ、アリアさんと私は図書館へ勉強に行きます。じゃ、また。ここが香港理工大学の図書館です。全部で6階です。P 階はサービスセンターや喫茶店、パソコンとソファーがあります。自習室と討議室は地下2階です。討議室は休みがありません。みんなは討議室で宿題をします。各階にプリンターがあります。それに、みんなは別々の階で本を借ります。でもね、3階は違います。そうです。3階には本はありません。3階にはパソコン、DVD プレイヤー、と討議室があります。学生たちはここで映画を見ます。ここは教室です。DE306 です。日本語のクラスルームです。これは机と椅子です。あれはパソコンとプロジェクターです。スクリーンの前に先生がいます。いい教室ですね。そして、かわいい先生ですね。だんだん、私たちの日常はいろいろです。私、よく体育館で運動します。アリアさんとティファニーさん、時々、建物の前の椅子で食事をします。香港理工大学の日常は本当に面白いです。ぜひ遊びに来てください。